本当に不思議なんですね。日本の国庫予算っていうのを考えてみますと、何しろ、まあ簡単にざっと言えばですね、1年に、まあ100兆円使うと、政府がですね。まあ、これは地方自治体もちょっと今入れて計算したいんですけれども、ちょっとめんどくさくな、複雑になるので、まあ、まあ国家予算だけ出しておりますけども、で、その100兆円のうちですね、まあ、我々が頭に浮かべる、例えば国の仕事と言いますとですね、例えば公共事業、道路作ったり橋作ったり、まあ、すると、それから地震に対策をするとかですね、津波をするとかですね、それから教育ですね、教育とか科学技術にお金を出す、もしくは防衛すると、この大きな3つがですね、全部大体簡単には5兆円なんですよ。5兆円しか出してないんですね。100兆円の予算のうち、公共事業、文教科学、防衛という、まあ、本来国がやるべきことっていうのが、それぞれ5兆円ずつ。もうすごい少ないですね。まあ、社会保障が30兆。これもちょっと多いかなって感じがしますけどね。まあ、いずれにしてもそういう国家、予算であると。まあ、それはいいんですけれども、その中に国債費っていうのが25、4兆、5兆、3兆ぐらい入ってるんですね。まあ、25兆としてもいいんですが。何これっていう感じですよね。だって公共事業と文教と防衛と足したって大体15兆。それよりかずっと多いのが国債費だと。これは何かあったら過去にずっと国債出して、まあ、バブルが崩壊してからですけど出してきて。で、その国債はですね、まあ、今年も大体40兆。歳入の方は今度、収入の方はですね、100兆円の収入が必要ですから、税金でまあ大体60兆。それから、国債を新規に出してる40兆。なんでそんなに多く国債出すのって言ったら、それはまあ一部足りないからではあるんですけど、前に出した国債を返せないんですよ。返せない。だから、それの借り換えるものが新規に、どうぞこれを使ってくださいっつって、期限の来たやつをまた渡すと金返せないですからね。それからもう一つは、利子を払うっていうわけですね。そうするとですね、これは素人目でもわかるんですけども、一体なんでそんなことし続けてきたのと。だって決まってるじゃん。収入が60兆しかないのに、ずっと100兆ずつ使っていったら、それはそんなことになるよねって誰だと思いますよね。で、これで、今はまだいいけど、今消費税を上げなきゃいけないっつってのは、それが原因なんですが、10年後の国債の利払い費ってのはどのくらいになるかっていうと、実は54兆円になると計算されてるわけですよ。54兆円。そうするとですね、働いてる国民っていうのはだいたい7000万人ですから、その1人当たりだいたい1年に77万円をですね、実は、支払うわけですよ。で、どこに支払うのっていうとですね、国債を持ってる人ですね。じゃあまあ、2014年の国債、852兆円ですけども、これを受け取る人は誰かっていうとですね、いやまたこれは驚くべきことなんですよね。驚くべきことですが、なんだこれはっていう感じなんですけども、まあ冷静にちょっと考えてみなきゃいけないんですが、まず民間銀行。これが3分の1。それから保険とか年金の基金ですね。だから年金公団とかそういうやつですね。ここが、まあ、17%。それからその他の金融機関とか、機関。これ日銀も確か入ってると思いますが、20%。それから社会保険基金とか地方自治体のが8%。そう、合計してですね、実は公的なところに、まあ80%以上、90%つってもいいんですけども、90%を、が国債持ってるんですよ。そこに払うんですよ。だから簡単に言いますとね、政府は25年ぐらい前からですね、もともと、まあ、今のお金で言ってですよ、当初はそんなに多くないんですけど、もともと、収入が50兆円しかないのに、50兆円の借金をしながら、国債を出して借金しながらやってきた。まあ、これには理由があってですね、決して悪いというだけじゃないんですが、まあ、ちょっと後で、それはじっくりこのゆるゆる経済学で、そこがポイントですからね、やってきた。で、そのために今ではですね、その利払いに追われると。そりゃそうですね。返す当てがない、
金を借りてきたわけですから、その利払いしてる先がですね、国民ならいいですよ、国民ならいいんですけど、実は民間銀行や年金やその他の金融機関、自治体、社会保険事業基金に国民が払ってるんですよ。ということはどういうことかというとですね、民間銀行は、みんなから預金を、預けてもらうわけですね。それで簡単に言うと国債を買うわけですよ。そうすると国債は利子がつきますからね。それで銀行は儲けて、儲けるの悪くないですよ。儲けて、そして利率は今はもう普通も定期もゼロですよね。だからその銀行の利子というのは国民がまあ払ってるわけですよ。それから年金もそうですね。年金もなんか変な話ですけど、我々は年金を積み立ててるつもりなんですけど、それはもうほとんどないんですよね。積み立てたお金はほとんど厚生労働省が使っちゃってない。ないので、我々はまたそれを払ってる。それから、その他金融機関、これも、国民が払ってる。つまり、なんていうんですか、ダブル払いと言いますかね。私は昔、国債は買ってはいけないという本を書いても、経済学者からものすごくやられたわけですよ。それは国債を出す意味はあるんですよ。あとで赤字国債を出す意味っていうのは、ゆるゆる経済学でゆっくり検討するんですが、しかし実態はですね、いろんなへりくつがあるんですけども、実態はどうなってるかって言いますと、ここの図にあるようにですね、政府は赤字国債を出し続けてきた。それも返す当てがない状態で、ここが難しい問題ですね。普通借金をするっていう時はですね、将来これを返しますよっていうことなんですね。ところが、税金が50兆円しか取れないので、100兆円使いたいから、50兆円の借金をする。借金はどこからしたかったら、銀行とか、年金とかそういうところから借金をした。で、借金をしてその利子を払う。その利子を払ったり、それからもともと借りた金を返すのは、本当は借りた人なんですよ。借りた人は誰かったら政府ですね。政府。だから、日本の政府は50兆円の税金は国民から取ったから、これは使っていいんですけど、50兆円の借金は借金ですからね。これ借りたら返さんといかん。つまり返せる見込みのあるものに使わなきゃいけない。だけど、全然そうしてこなかった。もう使い捨てるものしか来なかった。だから結局、借金は普通はですよ。普通の常識では、借金というのは返せるから借金するんですよね。返せないのに借金するっていう人は悪い人なんですね。だけど国が悪い人、政府が悪い人っていうのもちょっと口に出しにくいですよね。だけど返す見込みがなくどんどん借りてきた。そうすると借りた総額が約900兆円になった。900兆円になったので利払いとか、それから10年ものの国債でしたら10年経ったら10万円なら10万円の国債の返還が来ます。それも払えませんからね。もちろん返せない。それが借金を返すってことですから。返せないので、また新たに10万円の国債を出して、新たに借金をして、また、それを払うということですから、完全な、なんていうんですかね、自転車操業であるとともに二重払いというか、それをしてるわけですね。で、それを払ってる人は、すべて国民なんですよ。つまり、政府がお金を借りて、儲けて返すっていうなら別なんですけども、政府がお金を借りたら、全部それはその年に使ってしまって、そして、例えばですよ、簡単に言うと消費税を取って、国債を持ってる人に渡すんですよ。このシステムはね、私、前から国としてやるべきことかもしれません。それは後でまた整理をしますが、形としてはね、国債を買えるお金持ち、これは銀行とか保険とかなんですね。で、個人にも売ってるんですけども、実はもう個人っていうのはものすごく少なくて、このグラフで分かるように、たった 2.4% しか持ってないので、国債はもう個人が持ってないとしていいんですよ。個人が銀行に、これだったらね、個人は銀行に入れる、金を預けるんじゃなくて、直接国債買った方がいいんですよ。直接国債を個人が買えばね、利子が直接来るんですけど、銀行に預けるもんですから、
だから銀行が国債を買って利子をもらって自分たちの人件費とか建物費用とか管理費に充てるんですね。これちょっと後でこれが必ずしも悪じゃないっていう説明をしますが、いずれにしてもそうなんですよ。だから国債を買えば買うほど、国民はですね、一般の国民は、いや、買わないの。一般の国民は買わないんですけど、銀行が買うからね。だから利子は銀行に行ってしまう。その利子を出すのも、それから国債を返すのも全部国民が出す。もっとひどいことには、消費税でこれを返すと言ってるわけです、今。実際には消費税を上げてもですね、赤字が減りませんので、国債を返すところまでいかないんだけれども、一応政府はこれを消費税で払うと言ってるわけですね。減らしていきますと。財政を健全化して、財政と、社会福祉の一体価格とか言ってるけど、そんな全部嘘で。結果的にはどうなってるかっていうと、消費税を増やす。すると、消費税っていうのは、物を買えば必ず均等ですからね。8%なら8%。均等な税率をかけるっていうのは、あんまり税としては好ましくないわけですね。やっぱりお金のある人には多く税金を払っていただいて、お金の少ない人には少し少なくすることによって格差をなだらかにしていく。どうしても自由競争ですから、やっぱりお金持ちと貧乏人が出ちゃうと。それはまあ、それでいいと。その方が明るくできると。あんまり国の方で規制して、全員が同じく給料が30万円というよりか、ある人は20万円、ある人は40万の方がいいっていうのは、これは国民がみんな思ってるわけですから、一生懸命働くと、明るい感じで働くと社会には格差ができる。これはいいんじゃないかと。じゃあ、儲けた人は悪いけども税金を高くしますよということで、平らにするわけです。これ逆に働いてるんですよね。つまり政府が借金すると、金持ちが国債を買う。その銀行も金持ちの一種ですね。銀行に預金してる人は金持ちですから。それで、今度返すときに、みんなから消費税で取ったお金を、例えば国債の利払いに充てるということをしますとね、これは何をしてるかって言いますと、お金持ちに対して、全員平等に取ったお金を返すということになりますからね。これは格差が広がる方向になるわけですよね。だから私は、国債をみんなが買うと、結果的にはですね、消費税を上げるということになる。つまり、返すあてのないお金を、その国が借りるわけですからね。じゃあですね、国はなんで、どうするつもりなの一体って。ね。これで借金が増えたと言ってですね、NHK がまあそういうふうに言って、本当は借金じゃないんですよ。国債ってのは政府の借金だけども、その国債を持ってるのは銀行を通じて、銀行とか年金とかそういうのを通じて国民が持ってるわけですから。で、国民が持ってるのは自分で100万円の権利を持ってると、例えばね。ところが100万円の権利持っても、その100万円の権利をまた消費税で払わんといかんという、そういうものすごくふざけた話になってるわけですよ。どうするつもりって、これで政府なのっていう感じがするんですね。ただこれは日本だけのことではないし、しかしこれはですね、やっぱり民主主義ですから、やっぱり国民がそのことをよく知ってですね、そして、なんでそんなに借金しなきゃいけないのっていうことを言わなきゃないんですけども、まあ僕は女の人のことをこの頃ちょっと非難して、ちょっと女性の方から苦情を言われるんですが、実は女性の方でよくね、子供のために借金を残さないようにしなきゃいけないから消費税はしょうがないって言われる人いるんですけども、だってその国の借金ってのは僕らが銀行預金として持ってるやつなんですよ。だから別に政府が借金してるわけじゃなくて、我々の資産をとりあえず政府に預けてあって、それは銀行が買ってるっていうだけなんですね。ですから、消費税を上げたところでどうにもならないわけですよ。消費税を上げてもどうにもならないって、もう少し経済的な詳しい説明しなきゃいけないんですけども、まあこのことは非常に異常なんで、ものすごく異常なんですよね。今から10年経つと、働いてる国民1人当たり1年に77万円ずつ、結構大きいですよね。銀行とか、自分が持っている預金を補充するために 払うっていう、そういう非常に馬鹿らしいことが目前に迫ってると。これを避けるために消費税を上げようとしてる。本当にこの経済政策は正しいのかと、私は実は思うんですね。だけどこうなったのはなぜかって言いますと、
やっぱり私はマクロ経済学、つまり国家のために物を考える、お金を考えるけども、庶民はどうでもいいよと、そういう経済学が主流だからだと思ってます。